はい、今回はですね、筋肉マン2世で登場したキャラクタージャックリーンマッスルについてお話ししていこうかと思います。まずは基本データからですね、ジャックリーンマッスル、まあ、名前なんですけど、おそらくですがあれですかね、大統領だったケネディの夫人からですかね、ちょっとこの辺わかんないんですけどね。で、身長175センチ、体重が58キロ、超人強度が60万パワーですね。で、腹ボテ性出身です。腹ボテマッスル、まあ、委員長のことですが、まあ委員長の娘でもあります。兄にイケメンマッスルがいますね。なおですね、トサカの部分はね飾りらしいんですよ。だから入浴とか就寝するときは外すみたいですね。で、作中での活躍なんですが、超人オリンピックザレザレクション編から登場しています。デストラクション vs 遺留品の試合を観戦していました。この戦いを見て超人格闘技界に続婚になっていたみたいですね。まあ、その後ケビンマスク vs レゴックス戦からは選手コールを務めたり、試合開始のゴングを鳴らしていました。まあ、この時ですね、ケビンのタトゥーをね、あの背中のね、背中のタトゥーを触れようとしたところ、手を振り払われてしまったんですけど、まあその時ジャックリーンは不作法なやつでも、そこがあなたの魅力だわって思っていたみたいですね。まあ、異性として魅力に感じていたかどうかはわからないんですが、ケビンのね血生臭いファイトスタイルを好んでいたって面もあるかもしれないです。で、ジェイド VS ヒカルド戦もですね観戦していたんですけれども、まあ、ここではねちょいちょいねブロッケンジュニアと衝突する場面もありましたね。で、まあ、最後はそのヒカルドがですねタオル投入を無視してトーチャースラッシュを敢行してジェイドにとどめを刺した時なんですが、まあ、動揺するイケメンに代わって試合の裁定をしていました。まあ、この時はですねタオル投入よりもヒカルドがね技を仕掛けたのが先だったということで、ヒカルドの技を有効として勝利を確定させていましたね。まあ、このあたりね、その冷静な判断もできて聡明なところもあるのかなっていうのはちょっと思いましたね。で、その後もですね血生臭いファイトを期待して観戦していたんですが、決勝戦の後はですねキャラが大きく変わったんですよね。で、真面目に宇宙委員会の任務を全うしようとしていました。究極の超人タッグ編では万太郎たちと共にタイムスリップしていましたね。まあ、それほど出番はなかったんですが、実の父親である腹ボテにね言い寄られてしまう場面もありましたね。ちょっと引きましたけどね、あれはね。あとはまあその第2回キャラクター人気投票ではイケメンと一緒に司会も務めていました。で、次にですねそのキャラクターなんですが、なんといってもですね作中屈指のナイスボディですよね。かつ美しい容姿をしているんですが、気性は荒くてですね流血する激しいファイトを好む姿が見られました。敗北したデストラクションを踏みつけながら歩いたり、万太郎 VS ヒカルド戦ではパニッシュメント X を利用しない戦いに不満を抱く場面もあったんですよね。ちなみにねヒカルドの真の姿については、野生味獰猛さはかえって新鮮味っていうことを言ってですね肯定的だったんですよ。で、あとですね回想シーンの方で裸にしてですね縛りつけたイケメンを鞭で打ちまくるっていうね幼いジャックリーンの姿も見かけられました。はい、しかしですね、まあ、決勝戦では万太郎の背骨がきしむ音に不快感を覚えるようになり、まあ、これタワーブリッジをかけられていた時かな。はい、で、あとケビンのねマスクから大量の血が流れる様子を見て思わず目をそらしていたんですよね。その直後にケビンに血を浴びせかけられそうになってしまうんですが、万太郎が身を挺してかばってくれていたんですよね。まあ、このあたりからね徐々にね心境の変化が見られるようになったんじゃないかなと思います。で、まあ、万太郎が敗北した後はですね、なおも戦おうとする万太郎を抱きしめたりとかね、あとスリリングな技の攻防、歓喜の涙、悔し涙、芽生えた友情などに超人格闘技の醍醐味があるという考えに至っていました。で、まあ、デーモンシード編でもですね血生臭いファイトを目の当たりにしていたんですが、その際にはですね視線をそらすシーンもありましたね。まあ、ジャックリーン曰く超人オリンピック決勝戦の後は血を見るのが怖くて仕方がないみたいなことは言っていたんですよ。で、またですねこの辺りから真面目さがですね前面に出るようになって、まあ、宇宙委員会の幹部として人類を悪魔から守らなければならないというふうに公言してですね、ちょくちょくね悪ふざけをするイケメンをたしなめる姿もよく見かけられました。まあ、あとリンコともね仲良くしてた感じですね。時には喧嘩もしてましたけどね。
ね。まあ、そんなジャックリーンに対しての感想なんですが、まあ、デーモンシード編以降はですね、出番が少なくなってしまったため登場シーンは多いとは言えないんですが、筋肉マン2世の中ではですね、やっぱり一番好きな女性キャラクターですね。まあ、相変わらず女性キャラは少なめではあるんですけれども、やっぱね、あの登場したての頃の、ね、よく冷たい目つきをしていたんだけど、それがねまた良かったんですよ。はい。で、まあ、好きなシーンはですね、やっぱケビンという竜が戦う前にですね、万太郎の顎をね指でクイッてする場面があったんだけど、あそこ良かったですね。あとはまあさっきも言ったように決勝戦の後にね万太郎を抱きしめるシーンもね結構良かったかなと思います。で、まあこれもね途中お話ししたんですが、超人オリンピック決勝戦の前と後ではキャラクターが大きく変わっているんですが、まあそれも含めてありなんじゃないかなとは思っています。ある意味漫画のキャラクターとしては王道なのかなとも思っていますしね。はい。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。